何？事件。月島ってどこよ？月島は近いの？近いですね。現場の来てんのどこ？門中町の何？門中？なんで？あ、目が張るです。もんじゃ食いたい。もう焼いちゃったよ。いや、ご飯食わして。あ、シアリアです。この音楽の題名、これは踊る大捜査線ですけど、やばいことになってる。先越される。メーガンファルテス、いや、ブリ食わしてよ。何が起きてんの。え、ちょっと待って、ブリ食わして。とりあえず腹減ってもだって。マジで？どうしたどうした？いや、また猫まちゃん絡みだから、ちょっとその話題やめよう。また。うん、また。うん。また泣いちゃうよ、猫まちゃんが。うん。もうやめよう。うん。せっかく元気になったんだから。うん。ね、中学生みたいなことやめよう。レコチョクなん…いや、レコチョクじゃない、あのね、iTunes ですね、iTunes、うん、ね、うん、ほっときます。あ、ありがとう。ごまとかじゃなくて、ごまかけたり、ごまどれ。ごまどれはかけないね。やっとだよ、僕のご飯。今日はあのブロッコリーのサラダと白ご飯ですね。これまだ刑務所の方がまだいいんじゃないかなっていう、この段階ではね、まだね、まあ、これだけだったら虐待だよ。虐待なんだけど、うん、まだ出ますから、メニューが。まだこれだったらまだ刑務所の方がまだ飯を政治、まあ、捕まっちゃった方がいいんじゃないのって言われるんですけど、うん、まだありますから。うん、うん、あ、チアリーダーです。来ました来ました、今回のメインディッシュ見てください。ブリカマですよこれ。これ美味しいでしょ絶対。かけて。うん、で、猫ちゃんはご飯を食べないから、あのご飯がもう レタスとこれブロッコリーで、これでブリカマを食べるんだって。はい、うん、これどうやって食べるのこれ。これは、うん、こういうふうにほぐして、うん、でお醤油つけて、うん、あ、こうやって、うん、全部バラしてよ、うん、バラして骨取ってよ。うん、虐待だよこのまま、このままあげる人いないよ。本当？うん、虐待だよ。全部バラしてさ。全部バラす。うん、このまま食べたら喉つっかえちゃうよ骨が。大丈夫ですよ。いや、ダメだよ。うん、ママは普通取ってくれるからね全部。え、何のママ。ママは
うん、そうっすね、うん、そう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 、うん、普通そうだからね、やっぱり、はい、うん、骨入ってない？骨入ってないです、大丈夫ですよ、大丈夫？はい、本当に？うん、全部やっちゃって、全部、ああめんどくさいから全部、骨あった、どれない、骨ね、多いですよ、ない、あこれ骨、どれ、ほらあるじゃん、ほらダメだよ、死んじゃいよお前虐待だよお前、それ叩かれるよ、めちゃくちゃそれ、やばいやばいやばい、あ、あったな、ほらやばいやばい、虐待だよそれ、ごめんなさいごめんなさい、あーあったまだ、ほらまだめちゃくちゃじゃん喉刺さっちゃうよこんなの食ったら、もう大丈夫ですよ、うん、ほらほらほら、はい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 、たくさんあったじゃん、危ないよ、危ない、危ない、じゃよく見てよ、すいません、ちょよく見てくる、ほぐしますもん、よく、うん、喉刺さったらどうすんだよ、そしたら取りますよ、あ、目が腫れたやつ、いや死んじゃうよ、本当に、大丈夫です、しないです、いや俺やってもらってたからさ、今まで全部、本当に、そう、マジですか、そう、やば、できないんだよ、できない、うん、どういうことですか、できない、魚は取ってもらえると、あ、そうなんですか、そうなんだよ、だから出てけたんだよ多分、いやちょっと他の用意もあると思いますけど、うん、苦手なんだよ、歴代の、うん、全部やってもらったから、まやこもあいちゃんも、できないんだよ俺、お母さんにもやってもらったんだよ、あガチか、そう、あら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 、悪いね、いえいえ、ネタかと思ったけどガチなんですね、うん、ガチなんだよ、あメガホン100個田中さんです、メガホン助かりますね、マジで38歳ですじゃ年齢関係ないでしょ、年齢は、うん、できないのはできないんだから、へえ、うん、魚全般無理だね、ちょっと鮭ぐらいまで、いや鮭はやったら大丈夫、ワンチャン、ワンチャン、うん、で触りたくないんだよ、あの皮を、あ手で臭くなるから、潔癖か、あミミちゃん、ありがとうね、メガホン、あ私なら全部やってあげちゃう、ありがとう、そういうママはいいね、やっぱり女の人は、マジか、うん、やばみ、いやできないんだよマジで、やっぱり神様はさ全部与えないからね、どういうこと、うん、やっぱ欠点があるわけで人間誰しも、うん、全部パーフェクトはないないからさ、やっぱり、あミミちゃんありがとうね、メガホン20個、そういう男性多いのかな、どうなんだろう、いや多いと思うよ多分、言わないだけでみんな、うん、なんかさっきひどいコメントあったな、魚食うなとか、魚食う、それは良くないか、うん、それはいいでしょう、食べても、うん、ひどいなと思って、うん、最初からこの状態で出してくれればいいんだよね、要は俺が思うに、できたよって、ご飯できたよって言うじゃん、お母さんとかママが、うん、この状態で来いよみたいな、めんどくせえじゃんこれ、ほぐすのが、うん、これはね、あのブリですね、ブリの釜、ブリ釜、できた、いやまだです、まだ、うん、だからこの状態で泳ぐのは無理だけど、ご飯できたよってお母さんが言うでしょ、うん、その時にこの状態で、あのできたよって言ってほしいの、俺はめんどくさいから、このほぐすのが時間かかるわけじゃん、俺忙しいわけじゃん、結構時間がないのよ、はい、男って短縮してほしいの、この時間がもったいないのよ、なるほど、はい、行きました、ありがとう、はい、あと今日これですね、サラダと
ね、これブリカマ丼です。あーいいね、これね、これでチャラだから何食っても。いただきます。ごま、お前腕上げたな、マジで。焼いただけですよ、焼いただけですけど、めちゃくちゃうまいよ、お前。本当ですか、よかった。また腕上げなって、こいつ。よっか、マジうめえ、うん、え、プリンの上にマヨ、うん、いや、マヨネーズはいいよ、もう過剰摂取してるから、ここで。今日はブヨブヨじゃないはず。うん、うん、どうですか、ちょっと固め。ちょうどいい、ちょうどいい、よかった。お前腕上げたな、マジで。マジでやった。うん、硬さちょうどいいかよ。ちょうどいい、うん、硬さちょうどいいかよ。わかりましたよ。その何度も言わなくてもいいですよ。あっかん、うまっ。うん、やった、マジで、マジで、うますぎだろ、お前これ、うん、やっか。おいしい。足りますか。足りるかな。じゃあこれちょっと半分、ちょっと取っといて。わかりました。足りないかも。レミレミじゃない、レミレミ、何足りないかもな。そうですね、残しておきましょう。残しといて、うん、うまい、うん、よかった、最高かよ。やったね。あれですよ。ブリ丼。ちょっと 見た目あまり映えないですけどね、それ。うん、うまい。やったね。これ毎日これでもいいよ、これ。本当に？飽きますよ。これ毎日これってこれやったらいいよ。これうまいもんって。ああ、本当ですか？よかったよかった。毎日これにして。わかりました。毎日これ。飽きますって絶対。朝昼晩これにして。で飽きる。逆対。マジでうまい。虐待とか言われる、うん、このブリッコリー、ブロッコリーもうまいね。やった、よかったです。うますぎだろこれ。イエーイ、うん、毎日確かにこれ通るのはめんどくさいけど、うん、致し方ないよね。カレーなんか残ってんじゃん。あ、残ってますね。残ってる、残ってるけどもう嫌だって、うんうん、犬に食わせて。ダメですよ、私が食べます。犬っ子に。私が食べます。食うよ、何でも食うから。食べないよ、うん、うまいな、これ、うんうん、修行だからね。うん、うちの母さんが昔さ、うん、カジキを入れたんですよ、うん、カレーの中に、うん、むちゃくちゃ まずくて生臭くて、うん、ダメだなと思った。身は入れちゃダメなんだなって本当に思った、うん、ブリカレー多分ダメだよ。
カレーうどんないね。うどんあんの？うどんあります。いらないよ。いや、いらないかい。カレー食いたくねえもんだって。うん、あ、そうだね。ちょっとだから冷蔵庫入れて、うん、明日食べるときにまた火というか電子レンジにかけようかな。ここが美味しいんですよね。太ってるから気にしてます。カロリーはこれでチャラなんで飲めばね、うん、飲み物大体ね、本当に大事なんで。ビールとか好きな人でしょ。僕ビール飲まないんで。で、飲み物だけ気をつけてればこれ以上は太んないんで。これ角張ってるから食いづれんだよな。あ、ごめんなさい、それしかなかったんだよ。口当たりが丸じゃねえからこぼれちゃうんだよな。これ、うん、これ気をつけろよ、うん、こぼれちゃうんだよ、うん。丸じゃねえと、やっぱり見てみ、めちゃくちゃこぼってんだ。ほんとだ、やだな。絶対こぼすから、誰でもこれ、うん、丸じゃないか、誰でもこぼすから、これしょうがない。うん、そうそう。なにこれ、おかずとか入れる皿じゃないのこれ。これ100均で買った。これおかずとか入れる丼で出さないでしょ、どこの定食屋も。これそうなんですよ。いや、昨日使わないでしょ。昨日のらっきょうが入ってる。飲食店で働いてる人いる？こんなんで、うん、丼出さないでしょ。だってあ、確認用なのか。そう、お茶碗ないの。お茶碗あるんですけど、うん、昨日のらっきょうとか入れちゃって。あ、そっか。うん、ヘルシャなんでいいよ。四角食いづらいんでね。まあサラダとかあったらいいけど。いつも思うんだけど、うん、マヨネーズ出して、うん、しまうのやめて。あ、出しといていいから。追いマヨネーズ、追いマヨできねえからなくなっちゃうんだよ、上っ面だけ取ったら、うん、出しといていいから。了解です。うん、しまなくていいから、はいはいはい。あ、いやいや、しまう女いるからね。しまなくていいんだよ。確かに。俺現場でも仕事してたんだけど、うん、道具をさ、電気道具あるじゃん、うん、使うじゃん、うん、また使うのに、うん、また箱にしまうばかりんだよ。こいつ一緒なんだよ、うん、だから仕事中はもう道具出しっぱなしいいから、法律を下がるからそれ、うん、かけすぎた。うん、いちいち電気道具しまうやついるから、使うのにね、現場まだ仕事やってんのに、また箱開けてさ、ねえ、また電気の線伸ばして、うん、コンセント挿して、うん、それと一緒のことやってんね今、うん、マヨネーズまだ使うのに。気をつけて。そういうなんか言わなかったけど、そういうのあるから、うん、よく、いや、言ってください、うん、どんどん。うん、電話も出しっぱなしのくせにマヨネーズが調味料しまう傾向があるんですよ。これね、俺前も取り上げたんだけど、うん、ペットボトルの蓋を人間ってまた飲むのにまたしまうんだよ、こうやって、うん、これはまだ科学的にも証明されてない。なんでかなくしちゃったらダメかなみたいな、うん、もう花見ですね。あ、はい、どん使いなさい。ありがとう、ナイス。あーちゃん、ナイスね。これまだね、証明できてないんですよ、科学的にも。まだ飲むのにキャップは
閉める傾向があるんですよ、こう、こぼすからとかじゃないんですよね、こぼさないじゃんって、こう家で飲んでて置いとくだけじゃん。じゃあコップはどうすんの、コップいちいち蓋しのしないでしょ、コップ扱いになるわけでしょ。あとこれ、これ癖なんでね、本能なんでね、多分これまた飲むのに、これあの友達とかと喋ってて部屋で飲むじゃないですか、これでさ、この前行ったじゃん、あそこキャスバー、うんうん、でさ、うん、あのヨッサンとかいたじゃん、うんうん、その時にさ、うん、でこうやってまた閉めちゃうの、うん、これあるんですよ、みんなやってるんですよこれ、うん、無意識に、うん、無意識やった、確かに、うん、これは解明できたいんですよ、なぜかこれ蓋を手持ち無沙汰かなんか閉まっちゃうんですよ、これ閉めてまた置いてまた開けて飲んだり。僕もね、あの日常生活であの人間のそういうなんて不可思議なこの行動研究してます、うん、なんでこれやるんだろうって暇なんで結構考えちゃったりするんですよ。それでなんで人間ってこんな行動するんだろうって、うん、なんかもう本当に考えた